はい、どうも、都市伝説ミュージアムです。よろしくお願いします。お願いします。はい、本日は、前回やりました、トイレにまつわる怪談、さらには不思議な話などを募集しておりましたところ、かなりたくさんいただいておりますので、読ませていただきます。はい、お願いします。はい、じゃあいきます。まずはですね、あらあらさん。あらあらからさん。はい、いただきました。ありがとうございます。前回と引き続く部分があるんですけれども、うん、いきます。はい。トイレにクソありましたね。あの糞がね、こう糞ってか塗りたくられてみたいな。昔の懐かしい思い出みたいに言うなよ。携帯ショップに勤めていた時、新しく入社した女の人30代後半が壁に塗りたくっていました、うん、和式トイレだったのですが、壁を一周クソをつけるのです。携帯ショップなので早番と遅番に分かれており、遅番は店の締め作業までするのですが、だいたい夜は来客が少なく一人なので、彼女が担当する夜はだいたいクソがトイレに塗られていました。それでも彼女は普通の顔して出勤してくるのです。怖いしトイレ入れないしで、彼女が辞めないなら私が辞めると辞めました。彼女は何を思ってクソをつけていたのでしょう、ということでいただきました。血をやめさせろよっていうか、それで普通に通い続けてるってどういうことなのかなって理由思ったらめちゃくちゃ怖いなと思って。理由わかんなくない？理由わかんないまんばっすよね。あの、やめてるんでね。いや、マジで、めちゃくちゃ怖いわ。これちょっとその子になんでクソ塗ってんの壁にって知らんけど、携帯ショップ行ってきて、いや怖っと思って、なんか携帯の機種変するふりして、あなた、あの、クソ塗りつけてます壁にって一人一人聞いていって。そう、おかしいよこれ。でもあと早番が片付けてんのかな。遅番で入って次の日の朝に早番が片付けてんだとしたら最悪だけど。でもじゃないとお客さんも使うから、まあというか、あと匂いするよね、うん、多分。そうでしょうね。最悪ですよこれ。そういう現場に出くわしたことないから、どういう悲惨な状態か分かんないんですよ。想像しづらくて、まあ確かに、うん、クソを塗りたくるって壁に。やってみたらいいんですか、じゃあ一回ちょっとね、それ知るために、試しに、うん、じゃあなんかクソをください。いやいや、自分のところで紹介してほしいですけど、はい、人のも嫌だよ。じゃあ次行きたいと思います、うん、はい、はるらさんからいただきました、はい、ありがとうございます。こういう動画久々でずっと待っていました、トイレの怖い話というか、未だに謎すぎて鮮明に覚えてる出来事です、うん、中学生の頃、体育祭の応援団に選ばれて、放課後に男女2名ずつ一つの教室に集まって話し合っていました、うん、全校生徒は部活に強制参加で、この校舎で部活は行われず私たちだけでした。職員室も別の棟にあり、教師の姿もなかったです。18時頃、私はトイレに一人で行きました。ゴールデンウィーク前だったので、まだ外はとても明るかったです、うん、5つの個室があり、真ん中を利用しました。出ようとした時、出入り口からかすかに人が入ってくる気配を感じたのです。当時トイレのいたずらが流行っていて、個室を利用している人に上から水をかけるっていうやつです、うん、今だといじめですよね。だから残してきた女の子がこっそりいたずらしに来たなと思った私、逆ドッキリをしてやろうと、逆ドッキリ、個室のドアの内側にぶら下がり、水をかけられる瞬間に大声を出して、バーンとぶら下がったままドアを開けてやろうという作戦です、うん、ワクワクしながら今かと待っていました。体感で5分以上経過したと思います。腕も疲れたし、待つのにも飽きたので、もうやめてよ、出るよって言いながら個室を出ましたが、誰もいません。あれ？と不思議に思い、他の4つのトイレの個室を開けてみましたが、空っぽでした、うん、誰かの気配がしたのにおかしいなと思いながら個室前で手を洗っている時です。トイレの中に響き渡るくらいガサ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 という大きい音が聞こえました、うん、それもさっき自分が使用していた個室からです。築3年ほどの新しい校舎で、Gゴッキーを見たことはありません、うん、おぶつ入れも両手で包めるほどの小さいものがあるだけ。音の大きさより子猫やモルモットが紙束の中で
暴れているような感じでした、うん、驚いた私はダッシュでトイレから飛び出したのですが、出入り口のドアの外にある足拭きマットでつまずいて転んでしまい、プチパニック、うん、教室に慌てて戻り言えたのが、うん、誰かトイレに来なかったでした。私の様子にみんなびっくりしていましたが、誰も教室から出てないよねという返事、うん、教師もずっと来なかったそう。どうしたのか聞かれましたが、プチパニックだったのでうまく説明できなかったです。どう考えても G の出せる音ではないし、ネズミより大きな音だったし、学校で見たことないし、一体何だったのかよくわからない不思議な体験でした、うん、ということでいただきました。まあちょっと学校でねあった怖い話という感じですけれども、うん、何やったんやろね。ネズミとかゴキブリ。ゴキブリでそんな音するかしら。ゴキブリはガサガサって言わないよね、実際はね、うん、あとモルモットそこにいるかね。まあまあまあ、なんかネズミをねいたとしてもいるとしてもね、なんかいやー、うんうん、そっか、まあ不思議な話。まあちょっと体験したら怖いなという感じ。そうですよね、確かにちょっと怖い、一人だとね、うん、はい、ありがとうございます。あせます。じゃあこちら行きたいと思います。ゴンニューさんからいただきました。しおんさん、はやすさん、こんにちは。こんにちは。友人の勤務する産婦人科での出来事です。閉院後、患者さんが誰もいないのにトイレに検尿コップが残っていた、うん、弱々しい筆跡で下の名前と存在しない病室番号が書かれていて、尿らしき液体も入っていた。お、確認したところ、その名前の入院患者も外来患者もいなかった。いたずらか心霊現象か。これが心霊現象だとしたら液体も具現化するのでしょうか。ちなみに尿検査はせず捨てたそうです。残念ということでいただきました。面白い、意外と、ね、結構短いけど、うん、えってなるようなやつですよ。部屋ナンバーもなけりゃ名前も合致しない、しない、気色悪で尿だけあるね、尿だけ、何それ。閉院後に残ってるってのが嫌だよね。そう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 、なんかうわー気持ち悪ってなる、ね、確かに。でもこれ検査したらどうなったんだろうとかちょっと思いますよね。めちゃくちゃ引っかかっててほしいけどな。そんなやつ、すっごい性病とかかもしれない、ね、いたずらするようなやつ、めちゃくちゃクラミジアかかってるかもしれない。なんなんでしょうね、でもそんなんするの。意味が分かんないからな。だからあれなんじゃないの、検査をされなかった、うん、その未練ってとかなんじゃない。え、してほしかったなっていう、最後亡くなる時に、うん、そうそう、 せずに終わったんじゃない、その検尿の検査してほしかったなーって言ってこと切れたってこと。そう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 、いい人生送ってるじゃん。あなたねえ、まあ、もしくはその検尿しといたら、うん、その検査で引っかかって助かったかも、うん、どんな病気やね。そういうなんかあったのかもしれないですね、うん、まあ亡くなってる人としたら多分天国行ってると思うわ、うん、最後その検尿のことだけ頭にあったっていうのは。いや、うん、そうですね。ちょっとこれも変わってる話ですけど、ね、面白いなと思います。確かに。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと変わったのいこうかな。これか。ヒャッハー TV さんからいただきました。はい、ありがとうございます。下田さん、林さん、親子でいつも楽しく拝見させていただいております。今回投稿させていただく話は、以前投稿させていただいた鯉のぼりを立ててはいけない一族につながる話になります。うん、自分が小学3年生の頃、偏頭痛に悩まされており、玄関の板間で頭を冷やしながら漫画を読む少し変わった子供でした、うん、ある日トイレで用を足していると、生首が便器の下に置かれているイメージが強く脳内に浮かびました、この妄想は非常に強く、家族が隣の部屋にいるのにまるで暗い家に一人でいるような不安と恐怖に襲われたのを覚えています。当時の実家の男性用便器は床から排水管が立ち上がっており、その上に便器が乗っているような仕様であり、今でも古い公衆トイレなどでは見かけることがあります。用を足していると、便器が四角になり、足元が見えないのですが、うん、生首がそこにあると妄想が強く、生首がないことを確信するため、用を足しているときは足で便器の下を探るのが癖になっていました。うん、自分でも
変な妄想であることは自覚していたため、親や友人にも相談することはできず、半年ほどひたすら耐えていました、そんなある日、急にこの妄想から解放されることになります。それは町の自宅の応接間を使って授業をやっているような小さな塾に通っていたのですが、帰りに雨が降り出しました。他の子は置き傘や友人の傘に入って帰ってしまったのですが、おとなしくてネクラな自分は貸してとも入れてとも言うことができず、塾の玄関先で雨宿りをしていました。すると塾の先生が、ヒャッハー君、今見えてると思うことは気にしなくていいんですよと言われました。この後先生からいろいろ話してもらったんですが、全く思い出せません。この話を大学生の頃になって興味を持ち、いろいろ調べました、すると妄想が見え始めた頃に、校内の写生大会で町内のとある神社にクラスで訪れていたことが分かりました。この神社は私の先祖が討ち取ったあやかしの首を祀った神社であることが分かり、あの生首とリンクしたような気がしました。その後もいろいろ調べましたが、ここではお話しできないことを含め分からないことだらけです。長文だめ失礼しましたということでいただきました、はい。まあ、これもちょっと変わった話なんですけど、そうですね、でも血筋にまつわることなんで、その下のスペース、ベッドスペースに何かずっと生首があるような感じがあると、それってよくわかんないよね。ね、生首があるっていう感覚、そう。これでも前回もあったじゃん、あのなんかさ、感覚だけどおばあちゃんの、おばあちゃんがいるっていう感覚、ね、あのフォルムとかも全部自然と入ってくるみたいなさ、でもだって生首の感覚ってわかんないじゃん、だって何でもいいじゃん、まあ、別にちっちゃい猫かもしれないじゃん、でも生首って絶対分かるっていうのがなんか、用足してると便器の下にイメージが強く脳内浮かぶっていうのが、ね、まあ、だ妄想ってこの方は言ってるんですけど、まあでも関係してるからね、生首と自分がね、まあ、あやかしの結果的にいろいろ、まあ後日ね分かっていくんですけど、まあ、自分の先祖が討ち取ったあやかしの首を祀った神社が関わってんじゃないかとかっていうような話とつながってる。あともう一個言えるの、この方小学生の頃が偏頭痛にずっと悩まされているっていうのも、もしかしたらなんか首とかね、そういうの関係してんのかなとかは思いましたけどね、前も話しましたもんね、浅井門、ああ首切りの浅井門、そう話してたら、そのもしかしたらこの人は浅井門のもし、血筋かもしれないっていう人が、ね、その人がなんか喫茶店かなんかやってて、そうでその人に話を聞くと、みんな首痛めて亡くなってたりとか病気してるっていうのがあるから、やっぱりね、自分が首切り落としてたから逆に食らってるみたいな話してたからね、なんかそういうね、それと一緒かも、あやかしの首落としたことで自分にも来ちゃってるみたいなね、あるのかもしれないというか、呪いというかですけどね、はい、まあちょっとすげえや気持ち悪いというか、まあ変な話、これもなんか多分ね、その後いろいろまたあったんでしょうけど、まあちょっと言えない、まあいろいろまとまったら、じゃあいつか話していただければと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ桃の大将軍さんからいただきました。ありがとうございます。はじめまして、今回トイレの不思議話を募集されるということで、いつもは視聴専門なのですがお便りしました、私は中学高校と実家を離れ寮生活をしていました。家庭の教育方針でそうなったのですが、私はその学校にどうしても馴染めませんでした、そして通常であれば答案用紙に名前を書くことができれば合格という内部進学のような状態で大学に進むのですが、私はその環境から脱出すべく一般入試で他の大学を受験することを決意、高校2年からは夜遅くまで一人寮の机で勉強に励んでいました。そんなある日、夜中に勉強に一段落つけた私はトイレに行きました、寮のトイレですから左右に2個ずつ計4つのトイレがあります、ちなみに私は女ですのでトイレには個室しかないです。多分多くの方がそうであるように、私もお気に入りの場所というものがあり、それは右奥の個室で、その日は珍しく先約がいたので仕方なく左奥のトイレに入りました。用を済ませてから個室から出てもまだ右奥のトイレの扉は閉まったまま、人の気配も感じないので、なんだか変だな、誰が入っているんだろうと思いながら
入り口を入ってすぐ左にある手洗い場で手を洗い、鏡を見ながら何の気なしに鼻歌を大きくしたような調子でワンフレーズ歌を歌い、そのままトイレから出ました。数日後、再び夜中にトイレに行った私は、今度は誰も入っていなかったので、いつもの右奥のトイレに入りました。そしてその日は個室に受験勉強に使っていた英語の単語帳か何かを持ち込んで読んでいたように記憶しています。別にそこでそれをする必要はなかったのですが、個室という空間がなんだか集中できるような気がしてやっていたような気がします。そんな中、誰かがトイレに入ってきました。私はビクッとなりました。誰も来ないと思っている夜中のトイレに顔の見えない誰かが入ってくるというのは結構怖いものです、その人物は左奥の個室に入りました。私はまだしばらく個室にこもりたかったので、気配を消してやり過ごそうと思いました。そうこうしているうちに、その人物は個室から出てきて、そして手洗い場で手を洗いながら、先日私が口ずさんだ歌を歌ったのです、そして出て行きました。私は個室で一人凍りついていました、歌った歌が何だったかはっきりと覚えていれば信憑性もより高まると思いますが、残念ながら覚えていません。私はそこで生活していた6年間、頻繁に金縛りにあったり、つけていた水晶のブレスレットが切れて弾け飛んだりしました。先日したように学校に馴染めず常にストレスを抱えていたり、思春期特有の多感さ、アンバランスさなどが重なってそのようなことになったのではと思いますが、いろいろあった中でも特に印象に残っているトイレでの出来事でした。ということでいただきました。トイレですれ違うというか、変な体験なんですけれども、そういうのが一番怖くない？なんか見た目気持ち悪いですが、ドーンよりもなんか、何やこれっていうやつの方が不気味さが、ね、残る。ずっと残るよね。これだから一個思ったのは、霊っていうさ、考え方になってると思うんだけど、これさ、やってること自分と一緒ってことじゃん、自分がいつもなら入るところに入れなくて、右奥に行って出てって鼻歌歌って帰ってるじゃん、1回目、で2回目は全く逆なんだよね。いつものところに入って、でその間に違う人がいつも入らない方に入って、でそっちは先に出てって鼻歌歌って帰る、これだからあれなんじゃないの、タイムトラベル的な話でもあるんじゃないの。あー、ちょっと先の自分か過去の自分か分かんないけど、とかそういう風にも捉えられるじゃん。まあね、ちょっと面白いかなと思って。鼻歌って自分自身だったのかな、完全に、ね、だから同じ歌であったっていうのはまあ間違いないんだろうけどね、歌声も全部一緒で自分だったらちょっと怖いよね。それだとしたらすごい面白い、いろんな風に撮れるというか、なんだろう、謎のトイレ、トイレから始まるタイムパラレルワールド、タイムリープ、タイムリープも話、うん、売れそうじゃん。ちょっとありそうだな。いや売れねえよ。へえー、すごいね。でも他人でも嫌だね、なんか、うん、まあね。なんていうか、自分が歌ってる歌、例えば歌って、なんかもうトイレの場所はちょっとわかんないけれども、例えば歌を歌ってるのが日常的にね、その歌が好きで歌ってたのが、横の人とかなんか聞いててその曲を、なんか自分も耳入ってもって歌っちゃうみたいなことかもしれないけど、ね、歌に関してはね。まあ、釣られることはありますから、ね。そうそう、釣られますからね。まあ、にしてもちょっと気持ち悪いね。まあね、ちょっと、変な要素だと、はい。ということで、まだまだね、かなりたくさんいただいててね、結構良質なのも多いと思いますので、ちょっと引き続きやっていこうかなと思ってます。トイレにまつわる何か怖い話、不思議な話あればまたいただければと思います、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでお知らせでございます。はい、であるですね、12月の11日、月曜日ですね。はい、こちら、トシボーイズのイベントの方が開催決定しております。はい、題して、トシボーイズ2023ライブジムボリューム9オカルト忘年会でございます。はい、はい、でこちらの方がですね、僕らトシボーイズに加えまして、岸本ハマりたい怪談グランプリ優勝ハニトラ梅木さん、さらにオカルトコレクターの田中俊之さんが、この4人でちょっと忘年会をやってみようじゃないかということで決まっております、
で、こちらなんですけれども、チケットの方はもう販売しているんですが、抽選となっております。人数超えた場合はその抽選で当たった方が来れるということで、その抽選の締め切りが11月15日水曜日の23時59分までということでございますので、うん、もう抽選締め切り迫っておりますので、ぜひ会場で見たいという方はこちら応募していただければと思います。はい、お願いします。まあ、これの他にも配信の方もやりますので、うん、会場難しいという方はそちらをぜひお願いいたします。はい、お願いします。詳細の方は概要欄の方に載せておきますので、そちらからお願いいたします。